八塚村は、千葉県安房郡に、かつて存在した村である。現在の南房総市の西部に位置している。1926年時点の八塚村は、東に、へぐり村、滝田村、南は、名古町、船形町、西に、富浦村、北は、岩井村と境を接していた。当時、村は、乳、新名、青木、福沢、宮本、大津、手取り、 巨層のハックに分けられた。南房総市においては、合併前の町村によって、地域を7地区に分けており、旧八塚村域は富浦地区に含まれる。南房総市社会福祉協議会では、小学校区や中学校区をもとに地域を16地区に分けており、八塚地区の区分と呼称が使われている。 安房軍域の町村制施工事の町村1、北条町2、立山町3、豊津村4、西三崎村5、富崎村6、長尾村7、豊房村8、神戸村9、立野村10、九十村11、稲、津村、平郡21、一義原村、後名古町。 22、船形村23、八塚村24、富浦村25、岩井村26、勝山村27、安田村28、佐久間村29、へぐり村30、滝田村31、国府村、浅比奈四41、白浜村42、七浦村43、朝日村、の父倉町。 44、四、健タ村45、千トセ村46、六、豊田村47、丸村48、北三原村49、南三原村50、和田村51、恵美村、長佐六61、太見村62、大仙村63、吉尾村64、雪村、後月村、 65、田原村66、鴨川町67、ソロ村68、西条村69、東条村70、天津村71、港村、後小港町、現在の行政区画赤、立山下も,も、鴨川市紫、南房総市大大、巨南町平安時代には、ただ両層岡本里の一部であった。明和7年。 当時安房勝山半領であった、金尾谷村の名主押谷佐内が、領主、堺正忠となりに、年貢減免を直訴し、翌明は8年に白塚川原で処刑された。1875年、金尾谷村、白坂村が合併し、福沢村となる。1877年、東青木村、西青木村が合併し、青木村となる。 1889年、町村制の施行に伴い、入村、宮本村、大津村、巨僧村、手っ取村、福沢村、新名村、青木村の八村が合併し、八塚村が組織された。村名は新たに制定されたもので、八塚村を束ねたこと、また、八塚実の語から取られている。1899年には、義民押し,しさないを検証する。 オシアシサナイの日が混流された。1918年、村域南部を通過する木更津線安房勝山駅、名古船形駅間が開業した。村域内に駅は置かれなかったが、富浦駅が西側の近傍に開業した。1923年9月1日に発生した関東大震災においては、 八塚小学校が倒壊した。1955年、富浦町と合併し、八塚村は廃止された。旧村域は、その後、2006年に、南房総市の一部となった。なお、南房総市役所は、旧八塚村の村域に置かれている。1888年に記された、文豪取り調べ文書によれば、各村とも農業を営んでいる。 1926年の安房軍史によれば、主要産業は農業で副業として畜産がも盛んとされる。このほか、木材新炭の製造、琵琶の栽培が挙げられている。ありがとうございます。